百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。やってますか。ちょっと読ませてね。全日本剣道選手権大会優勝6回、連覇2回、準優勝2回、世界剣道選手権大会団体戦優勝4回、個人戦優勝1回、全国警察剣道大会団体優勝2回、全国警察剣道選手権大会優勝6回、準優勝2回、3位3回、全日本選抜剣道7段選手権大会優勝7回、準優勝3回、全日本選抜剣道8段優勝大会優勝1回。それが皆さんご存知、努力の天才剣士と称される神奈川県警察剣道首席師範宮崎正弘先生です。これだけ聞くと、宮崎先生って小さい頃から剣道一筋順風満帆っていう風に思うじゃないですか。でもそんな宮崎先生、中学の時に初段の審査に4回も落っこちたって聞いたらびっくりしませんか？一体どんな先生でどんな少年時代を送られたんでしょうか。今日はご著書の勝ち続ける技術っていう本の紹介とともに宮崎正弘先生を深掘りしていきたいと思います。ぜひ聞いてください。小学生の頃は道場に100人ぐらい子供たちがいました。特別上手だったわけでもなくて、週3回の稽古でいつも辞めたいと思ってました。野球やサッカーもやってたけれど、それらはルールを覚えればなんとなくできるのですが、でも剣道はそう簡単じゃありませんでした。早く防具をつけて稽古したいのに、1年間も防具をつけさせてもらえず、基本ばかりで嫌になっていました。当時の先生は、面をとにかく大きくまっすぐ打てというのが口癖。でも宮崎少年は先生の教えに反発していて、大きい面ばかり打ってたら胴を打たれるとどうしようもないじゃない。基本打ちよりも打たれて勝負に負けない方が大事じゃないんだろうかというふうに考えるようになりました。結果、合格の自信があったにもかかわらず、基本が全くできていないので初段を4回落っこちることに。そこで剣道をまたやめたくなってしまいました。中学に入って剣道部に入った理由はたった一つ、小学校の時に負け続けた悔しさだけでした。普通は小学校の時に勝つ喜びを覚えて中学でも剣道部に入る子が多い中、全く逆の悔しさから剣道部に入部しました。宮崎先生は自分のことをこのように語っています。これまで自分が素質に恵まれていると思ったことはありません。学校での体力テストは普通だし、体も硬い。ただサッカーでキーパーをやっていたのと、野球でキャッチャーをしていたので、動体視力だけは人よりも優れているかもしれません。中学時代は自分を強いと思うことはありませんでした。ただ転機となる試合が一つありました。頑張って稽古したものの、夏休み前の中大連の試合では1回戦で負けてしまったのです。でも同じ時期にあった夏の県大会の個人戦で準優勝したのです。その活躍を見たある先生の推薦で、東海大学相模高校で本格的に剣道を始めることになるのです。高校に入学した時に、自分は一番部活の中で弱いと思ってました。だからどうやったら勝てるかを必死に考えました。試合の前には作戦を練り、負けた理由は反省、その経験を次の試合でどう生かすか研究を繰り返しました。と同時に、一流の先生の指導のもと、やはり自己流では勝てないということに気づかされました。そんな中、少しずつ自分の勝ちパターンが分かってきたのです。高校時代の自慢は、3年間稽古を一度も休まず皆勤賞をもらったこと。高校3年生の時には個人団体ともにインターハイに出場しました。高校卒業後、神奈川県警にスカウトしてくれた師範の先生に、剣道を好きになりなさいと言われました。剣道を好きになり、勝負を好きになれば練習まで好きになる。
剣道を好きになれば全てがうまくいくように感じられました。そして話は最初に戻って、全日本剣道選手権で2回の連覇を含む前人未到の6回の優勝を成し遂げるのです。いかがでした？今日紹介するこの本の中では、勝ち続ける技術として宮崎正弘先生が70個の大事なことを教えてくれてます。でいわゆるこういうね、剣道の本っていうのはね、あの打ち方はああしなさい、この打ち方はこうしなさいっていうね、まあ、先生目線っていうのが、ね、結構多いんですけども、この本は違います。今お話ししたような、小学校の時には剣道嫌でたまらなかった、中学生の時には初段の審査4回落っこっちゃったっていう、その当時の宮崎先生の物語を元に書かれてますので、めちゃくちゃ共感します。とても分かりやすいので中学生でも読めると思います。ぜひよかったら Amazon ですぐ買ってみてください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。